始まってるけど、めっちゃ喋ってる。こんばんは。ゆみりんが11時をお知らせします。はい、仁義なき戦い終わりました。私いつからショールームしてないんだ。でも一昨日ぐらいしたよね。一回したっけな、した気がするな。あれしたっけな。したわ。握手会の、あ、仁義なき戦い終わってからしてないか。握手会の日にしたか。そう、仁義なき戦い終わりました。この前より健康そう。あ、はい、握手会の終わりよりは声出ます。愛する人よかった。 ありがとうございます。そう、この今日のために秋元先生が書き下ろしてくださった曲です。愛する人、いい曲ですよね。私は今日ベレー帽でした。わーい、ベレー帽見つけましたか。ベレー帽でもベレー帽今日4人ぐらいいたんですよね。5人いたわ。5人、私、ちょうちゃん、なぎささん、なるさん、赤さん、5人ベレー帽だった。え、5人ベレー帽ってことは3分の1ベレー帽だったってこと。ナイスベレーでした。うーん、ありがとう。なんか私、そう、帽子かぶる、帽子を当ててもらうのが実は初めてかもしれない。前、リバーを踊った時に、オリジナルの秋元さんの衣装を着た時に帽子だったんですけど、でも、それは秋元さんの衣装を着たから帽子だったわけで、なんか、そう、なんか、はい、あなたは帽子っていうより、そう、あなたはこの衣装を着るから帽子って感じだった。そう、だから帽子をベレー帽かぶるのは私初めてでした。なんか私のベレー帽のイメージはイエンプレッシャーのパルルさんな感じ。ずっとベレー帽といえば、本当にアイドルのベレー帽じゃなくて、もう全世界のベレー帽が私はもうパルルさんのイメージ。あのイメージ、私パルルさん好きになってからあの長さにしたし、そう、なんかあの長さが一番好きなんですよね。だからもうちょっと切りたい。あ、今日美容院に行ってきました。そう、髪は切ってないです。ツルツル、サラサラ。早くショートに、いいんですか、ショートにして。ありがとうございます。絶対ショートにしたら、なんかショートにしたから、絶対なんかショートにしたからもう押すのやめるね。高橋絶対出てくる、絶対出てくるそう、だからそう言ってくれるの嬉しいです。絶対ロングの方が良かったよって絶対言う人いる。あ、逆に増えることも、まあそうだね。でも私、そうだから結構前から言ってるけど、私いつか切るんで、本当にいつかショートにします。今のファンの方、いつか切ります。でもそれはいつか分かんない。もしかしたら明日かもしれないし、1年後かもしれないし、卒業発表してからかもしれないし、それは分かんない、分かんないですよ。そう、でも多分 STU にいるうちに1回は切る、ショートに。うん、明日仙台だから切れない、分かんないよ。朝から朝、もう別に、だって別にそんなの美容院行かなくても自分で切っちゃえばいいんだから、別にそれは今からでも切れますよ。切っちゃおう。もうそうですね、パルルさんぐらいにしたいな、一回。なんか、ナナさんぐらいまでにはもうしてみたいけど、なんかパルルさんとか、あと、長い時のココアぐらいにしたいな。
そう、でも意外となんか握手会で「あ髪切ったじゃん」って言ったら「あこれ自分で切った」っていう人いるよね。いない？いたことない。私結構いる。マジ？そう。割と衝撃的。切ったの気づく気づく気づくぐらい来てくれてる人は気づく。ちょっとなんか 2回目とかだったらちょっとあんまりわかんないかもしれないけど、なんかおまいつさんは割とわかるよ。そうおまいつって言うんだって。私はそう皆さんから学んだ。お前いつもいるなっていう意味らしいよ。お前いつって言うんだって。なあちゃん2センチ切ったら気づく気づく。だからショートの人が切ったら分かりますよね。うん、でもナナさんが1センチ切っても分かると思う普通に。うん、切る髪がないオタク。ああはどうしたらいいんだろうね。うん、うん、どうしたらいいんだろうね。なんか気づいてほしいことある？他に髪切った以外に。あ逆に髪増やしてきたらいいんじゃないですか。カツラとかかぶって、なんか髪の毛ないとウィッグとかつきやすそうね。だからもう思いっきりもうロングのウィッグとかつけちゃったら、なんかそう私とかだったらさ、こう一回まとめてなんかこう髪を入れないといけないけどウィッグに、だけどなかったらなんかスポッてかぶれそう。うん、引っ掛ける部分がない。いいんだよ、そんな握手会でそんな髪振り回さないでしょ。うん、全然かぶってのしてきたらいいよ。不自然じゃない、全然全然不自然じゃないよ。あ、そうだね、明日からだね、カノン。嬉しいね、明日来る方、一緒に楽しみましょう。ユミリ、今までショートヘアしたことあるの？私はね、ずっとね、こんぐらいだった髪の毛。こんなに長いことなかった。肩につかないぐらいだった、ずっと。ST に入って人生で一番長い、ずっと。かな。うん。うん、まあでも髪は切りたいですね。うん、仙台行くよ、ありがとう。明日寒いんだね。北海道も仙台も来てくださる方は暖かくしてね、来てください。そうだ、ここは誕生日だね、明日。もう何時？まだ10分か半ぐらいに終われたらいいなって思います。あ、マイハとお揃い、そうだね、マイハぐらいにしたいかな。まあでもそれはタイミングを見て切りたいと思います。うん、なんかうん、タイミングだよね。いつ切ろうかな、切ってほしい。逆に突然切る、あでも切るのは多分突然切ると思う。明日ショートにしてくるねとか言わないと思う。うん、あ好きな時に優しい、今でしょ、来年、
来年頭ってことは来月か。卒業を発表したとき、早期っていうよりはボブぐらい、うん、ボブぐらい。次のシングルに合わせ、そうなんだよね、なんか4枚目がいつ出るかは分かんないけど、まだなんか私の理想として、勝手な理想だから全然そんな大人の人にダメって言われると思うけど、私のセカンド出たぐらいの理想は4枚目で切ろうって思ってたけど、センターじゃなくなった、それも思った、それも思ってた。だから4枚目とかなのかなとかね、いつなのかは分かんないし、よく分かんないですけど、いろいろなんかね、予定は未定な部分が多いので分かりませんが、そう、でもなんか5枚目かな、5、6枚目かな。まあ私がそこまでいたらの話ですけど私もね、いつまでいるかは、それは予定は未定なのでね、絶対とは言えないのですが、そう、衝撃発言、私結構前から言ってますよ、多分ファンの方ならね、私はずっとなんかそんな感じで言ってるよね、なんかいつまでいるか分かんないから、いるうちにおいでみたいな、握手会とか、そうとか言いつつね、私も分かんない、もしかしたら30歳までいるかもしれないし、ないかもしれないし、そう、でも私だけじゃないよ、それはみんなだよ、みんなだよ、みんな来年いるとは約束できないよ、アイドルってそういうものだと思うよ、儚い永遠のないものだと思うよ、ってすごい、ああいう意味の時そう思った、私もなんかそう、みんなが卒業発表するたびに思う、なんか卒業するねって相談受けてたメンバーもいれば、なんかその発表で知ったメンバーもいればって感じで、なんかそうだからね、トロちゃんドラマ出演決まったね、すごいよね、あとツイッターもトロちゃん始めましたね、ゆり、すごい嬉しい、早速フォローした、ねえ、足のサイズ教えて、足のサイズは 24.5 です。 ST メンバーいつかな、あでも中長中って言ってるから、まあ嘘はつかないんじゃないですか、きっと分かんないけど、あと3日とかだけど
間、多分3日、あと3日でやるんじゃない？11月中って書いてた。いや、足のサイズ可愛いって、ありがとう。そう、今日はカープ道が広島で放送です。ぜひ広島の方見てください。そう、割とね、私のファンの人見てほしいかも。いろいろ私いっぱいお話ししてる。あ、予約してますって、ありがとう。そうだね、始球式したいね。ティップの落ち着いた色も素敵、ありがとうございます。博多座でね、あかりんさんに新色のリップをね3つもらったの。全員もらったの。これと、あとはこれは最終日につけてた若すぎ。これはなんかね、なんか若すぎの時はいつもそういうリップとチークを実はしてなくって、ちょっとメイクを変えてたんですよ。ノーズシャドウってここに影をいっぱい作って、なんかあとリップは塗らなかったです。舞台用のメイクっていうか、アイドルじゃない、男性若すぎメイクかな。うん、だって男性はリップならない、リップ、ま、赤とかピンクじゃないし、チークは塗らないでしょみんなし、眉毛はちょっと凛々しくしたりとか、でもちょっと目元は強くしたいから、ちょっとアイライン頑張って引いたりとか。そうだね、時計の音がしますね。うん、メンソレータのかわいい、かわいい。へえ、高杉最高、ありがとうございます。他のグループのメンバーと仲良くなった。あー、なんかめちゃくちゃ仲良くしてもらって本当に嬉しかったです。舞台を通じていろんな方とお話ができました。嬉しかった。さっきからあるさ、本通りでスケボー滑ってた話本当って何？なんか何人も言われる。何の話？どうしたの？私本通りをスケボーで話し滑ってたの。つい目撃情報があったの。昨日の道のコメ欄で目撃例が。いつ、いつ？私もう3週間4週間広島にいないよ。多分博多座通とかじゃない、わかんないけど。ツイッターで見た、私が滑ってる動画を。面白い、ドッペルゲンガー的な。ゆめに移動はスケボーだもんね。面白い、こそ入れる練習してるのか。ローラースケート、え、タピオカ飲みながらスケボーいいですね。一輪車乗れそう。あ、一輪車を乗れますよ。うん、スキーはます。あ、スキーはね、前上やと前板と一式持ってます。
スノボはできないかな。そう、一式持ってるんだけど、ただやってたのが小学生とかだから、もう入んないウェアとか。ゆみことゲレンデが溶けるまで恋したい。さすがセットセブン、イエーイ。下打ちの方でも雪降るの。私の実家は降るときは降るかな。うん、なんか瀬戸内のどこかにもよるけど、うん、どこなのかにもよるけど、降るとこはめちゃくちゃ降ると思います。降らないとこは降らないと思うけど。あんこは雪好きなの。はあ、なんか一回大雪の時にあんこと散歩した時にめっちゃ可愛くって、めっちゃ写真撮った好きか嫌いかは分かんない。私はあんこと雪はもういい組み合わせだと思ってる。スケートは人生で一回だけ行ったことあります。でもなんかスキー滑れる人ってスケートできるらしいよ。止まり方とか一緒って言われた。なんかできすぎずできなさすぎずって感じ。転ばないけど、なんかそんなスピンとかターンはできないやん。でもなんか普通になんかスケートって止まるのが難しいって言われたんだけど、私普通に立てれる感じ。うん、長野の時スキーし放題でもね、長野県にいたの私ね、本当にちっちゃい頃だから、うん、そんなスキー場に行ってもソリぐらいしかできない時なので、まあ岐阜にいた時は長野とかまでスキーに行ってましたね。あと山口にいた時も広島に滑りに行ってたかな。広島でスキーとかできる。あ、結構ね、なんか有名なスキー場とかあるんですよ。愛する人いい曲やなね。本当にそうですよね。うん、そんなに引っ越ししてるの、うん、転勤族なので割と色んなとこにいますね。冬好き、冬は好きです。はい、冬は一番長いのが山口なの。そうですね、うん、一番長いのが山口です。この前本当にスケボーしてませんいつ、しかもこの前って、私もう本通りとか何ヶ月行ってないんだろう。そんな時間ねえですよ、わしにはそんな時間ねえですよ。変な噂ですね。いいですよ、皆さんなんか確認したい噂あったらいろいろ聞いてください。ネットの噂って怖いですからね。嘘のことでも3人が言えば本当のことになりますからね。
なあちゃんと倦怠期。でも今日も写真撮れなかった。倦怠期じゃないけど、そう、なんか七三離れできるように頑張ってる。でもまあ今日も会えたし、北海道でも会えるんで、避けられて、全然ナナさんはそんなことしないですよ。誰に対してもしないです。ちゃんも忙しいのにすごいと思うね。大盛り焼きそば3人前食べれるし、食べないといけないんだけど、なかなかタイミングがなくってね、申し訳ない。あれはもう1年前の話かな。1年経っちゃったね。ねえ、ペヤングね、食べないとね。賞味期限が、いや賞味期限がとかじゃなくて、もう食べるってなったら全然買ってきますよ。48で一番移動距離長いかもしれない。かもしれないね。ドリミネーション見に行けないね。行けないと思う。振り子自体の写真ないの？なんかあるんだけどね、携帯が、ね、そう、携帯がないのと、あと聞いてください。私ね、もう一個の携帯なくしちゃって、なんか七並び配信とかできない。なんかそこじゃないでしょって感じだけど、なんか墓材ってなくしちゃったんだよね。前使ってた携帯なんだけど、なんか春ヒロインのケースなんで、もし見つけたら交番に届けてくれると嬉しいです。じゃあどこにあるんだろうな。 iPhone を探すしないよ。多分ね、電源入ってないと思う。冷静ですな。なんかね、よくなくし物するんで。そう、契約とか止めた。あ、契約ね、してないやつ、もう使ってないやつ。どこでなくした？わかんない。心当たりは、博多。最後いつ使った？博多のどっか。でも博多座にあったら絶対連絡もらえるから。それはないと思う。でも博多座の出番の時に一回東京来たじゃないですか。その時にはね、もうなかったの。だから博多なんだよね。でもご飯いっぱい食べに行ったから。わかんない。ご飯屋さんでなくしてたとしたら、どこのご飯屋さんなんだって感じ。そう、なんかロックとかかけてるし、個人情報のところとかもね、なんかロックかかってて、私も時々見れない感じになってるから、それは大丈夫なんですけど。そう、意外とバッグの奥にあったりするんだよね、多分。そうだってさ、片座から帰ってきてさ、家でバーって出してるから、もしかしたらその中にあるかもしれない。まあ、皆さんもし見つけたら、なんか交番か、プレゼントで送ってください。これ滝野のなんで、で事務所に滝野由美子当ててください。前財布も行方不明だって。財布は、財布もなくしてたけど、財布はなんか、なくしてたの知らなかったから。まあ、だから多分どっかにはあるんですよね。電気製品なんて届かないじゃん。いや、届くじゃん。届いて
え、何これってなって、あ、プレゼントじゃなくて忘れ物ねってなるでしょ。うん、だからそう、よろしくね。写真はね、1年間分ぐらいの写真が入ってる。 STU 入ってからの写真が入ってる。ちょうど STU 入って1ヶ月後ぐらいからの。うん、あ、もう32分なんだ、終わろう。そう、すっぴんの写真もあったの。別にすっぴんの写真とか普通に送るし、メールに。なんか、うん、全然、なんか多分みんな見たことある写真とかばっかり。メール撮ってる人だったら特になんか、あ、このメールの写真1枚しか送られてないけど10枚も撮ってたのねぐらいの感じ。うん、全然なんかメール見てる感覚だと思う。届けて出した方がいいと思う。うん、ありがとう。でもそう、私の心配より皆さんに言いたいのは、まあ、なんか見つけたら交番にお願いします。あとはそうだね、ショールームとかでなんか携帯見つけたから交番に届けたよぐらい言ってくれたらなんか嬉しいな。お願いします。特に博多に住んでる人とか。猫ババ、でもそういうのってあれだよ、本当にいつかバッチ当たるからね、早死にするよ。本当に人生いいことないよ、やめときな。13位くまねパパさん、ありがとうございます。12位石宮ねねさん、ありがとうございます。11位スランくんさん、ビレーボーに会ってた、明日も頑張り、みにありがとうございます。次、片原カールさん、博多最高でした、ありがとう。キュウイが、え、オーストラリアのドドドドさん、公園に来た。え、なに、オーストラリアから見てくれてるの。オーストラリアって何語、英語、オーストラリア語。 Thank you。 8位がナリバーさん、若すぎアニキアンド、ありがとう、お疲れ様でした、ありがとう。7位が Y さん、ありがとうございます。 Y。 6位がトラさん、舞台お疲れ様、よく頑張りました、ありがとうございます。5位がティバチンさん、若すぎを見て感動泣きしちゃって、何、滝野頑張ってるなって、ありがとう。4位が遠藤さん、イミリン大好き、ありがとうございます。第3位が、山口 SL 写真じいちゃん、演技上手だしイミリンかっこいい。ありがとうございます、じいさん、ありがとう。2位がコーラさん、ありがとうございます。1位が杉谷さん、ありがとうございます。山口 SL、 うん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 、若すぎまたやってほしい、ありがとうございます。でもなんかそう、いろんな方から結構若すぎ褒めてもらって嬉しい。なんか演技力うんうんとかじゃなくて、やっぱりなんか身長あるから様になるよねって言ってもらってすごく嬉しいです。あと衣装も映えるしね、すごく映えてて。チャオちゃんがツイート連投してるだって。イエーイイエーイ。そんな連投してないよ。いける、リツイートとかしてたかも。ああ、なるほどね、うん、荒れてるのかと思った。荒ぶってるのかと思ってた。明日ツアー頑張って、ありがとうございます。明日ツアー頑張ります。それでは皆さん、最後までありがとうございました。わかんない、明日は配信できるかできないかは分かりませんが、あ、今から七並べしてると思います。皆さん七並べ
レベル上げ頑張りましょうね皆さん。そう、イベントに備えて今できることはレベル上げかな。メールで送った時29レベルとかだったじゃん。私あのカードね、もう40いったのかな今日やってて。うん、そう、まただからメールで送るね。レベルこれになったよって。え、皆さんちなみにあれの、あ、80になった、すごい強い。育成カードね使ってないの。でもね使ってなさすぎて私ね育成カードに 100くらい溜まってる。うん、そうなの。今やるとボーナスタイムなので、ボーナスタイム、そう私12時間のボーナスタイムでめっちゃやってた。コイン番付券もね100枚ぐらい溜まってるよ。うん、全然使わないから。エステって書いてるカードもらえて、そう、それがレベル高いんでヨロピコです。じゃあ皆さん並べでときめきましょう。最後までありがとうございました。あ、そう、一押し力 1000% 超えてね、超えてね。私も超えるように頑張るから、みんなで超えようね。1000% 目指せ 1000%。 お、もう超えてます、すごい。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張り仙台。じゃあおやすみなさい。また七並べね。